今回逮捕された千葉県公安部の小林容疑者について占ってみました。彼はやっぱりこう本能的にすごくこう、抑圧されたものを持っていて、それをすごく包み隠そうとしていたが、表に出したいという本能が強く、自由になりたい、抑圧できない希望が強かったと思います。彼自身が結局はこうその情緒不安定な状況から自分なりの解決、ストレス発散、欲望を満たすために規制を外しましたね。この辺が外しましたね。で、まあ結局はこういう、逮捕されて、まあ週末を、迎えるというふうな形になりました。明らかになる月が反対向き、逆位置になりまして、この彼がやったことが本当に明らかになり、今回、警察の方では教師とかそういう方は顔を出してるのに、警察官が顔を出されてないっていう風な、世論もあり、で今回警察官の方も、顔出しで出してましたし、自宅の映像も流れていました。ね、まあやっぱりこう明らかになるっていうふうなことがあったので、まあ基本こう千葉県警だけが悪いわけではなくて、そういうふうにちょっと全国において警察官内部の情報はできるだけ隠そうという動きもあるのではないかと思われますし、今回まあ9年前の大きな事件が少しずつ前進し始めていることに関しても、時代の流れ、風の流れが変わってきていると思います。私が追っている件に関しましても、もう、前のチャンネル1号詐欺のセカンドチャン、今セカンドチャンネルなんですけど、ファーストチャンネルから追ってますが、時代の流れとして大きく変わってくる可能性があります。ご視聴ありがとうございました。